はい、皆さんこんにちは。アメリカでフリーランスをしています浩平と申します。先日の動画で僕は、視力矯正、手術、スマイルを受けましたと、動画を載せたんですけれども、何人かの友達から、動画を見た方に、じゃあ自分も視力矯正手術したいっていうことで話されたんですけれども、で、じゃあレーシックとスマイルの、選択肢があった場合も、レーシックは、受ける必要がないのか、古いの、もう古い技術なのかということで、皆さんも、気になっているのではないかなということで、また一つ動画、作りました。今日もうちょっと深掘りしてみたいと思います。はい。で、レーシックとスマイルの大きな差は、フラップ、メニューフラップというものを作成するということに、違いがあります。レーシックはフラップを作成してあげないとダメなんですね。で、このフラップを作成するのに、目を、まあ、20から30ミリほど切開しないと いけないと。ここがポイントでして、スマイルはフラップを作成しなくて良いです。レーシックは20から30ミリほど切開しないといけないということで、ということは、まあ、大きく神経を切断してしまわないといけないと、残念ながら。はい。まあ、もちろん神経切断するわけですから、まあ、多少やっぱりダメージはあるのが現状です。まあ、新しい神経を再生するのに約半年ぐらい、まあ、個人差があるんですけれども、まあ、その間ですね、その神経切断してるわけなんで、それが原因で、まあ、ドライアイ、まあ、目が乾燥してしまうとか、合併症になってしまうとかいう方が一定数の割合でいるのが、現状です。ほとんどの方はまあ問題ないと思うんですけれども、問題ないんですけれども、ただやっぱり一定数の割合でそういう方がちらほらいると、僕の周りでも過去アメリカで何人もレーシック受けた人見てきているんですけれども、まあ、ほとんどの方はまあ普通に問題ないんですが、やっぱりまあ何人かは、目がやっぱ乾燥してしまってきついとか、特に夜は、光を見るとなんかもう周りがもう全部ぼやけてしまうとかいう方も多少ですがいます。はい。まあ生活には支障ないと思いますけれども、そういう方がやっぱりちらほらいると。で、スマイルはフラップを、まあ、作成する必要がないということで、手術の工程が、まあ、もう短いということですね。で、レーザーはもう1種類のみで終わる。で、フラップを作成する必要がないということは、切開する量が10分の1まで減るので、物理的に、まあ、痛み、術後の痛みがほとんどないと。実際僕もやってみて、今まで、痛みはほとんど経験してません。で、合併症の可能性が少ない、ということです。で、ドライアイが、ほぼないと。もともと僕の目は乾燥しやすい目だったんですけれども、まあ、手術をしたからといって、ひどくなったとか、そういうことはありませんし、周りでも見たことないです。で、あともう一つポイントが衝撃に強いということで、まあ、例えば格闘技なんかしても、そう簡単に悪くなるということはない。まあ、強く目をこすったりしても、まあ、こすらない方がいいですけれども、こすったりしても、そう簡単に悪くなることはないということでした。それに比べてレーシックはかなり丁重に扱わないといけないということで、まあ、ちょっとしたことで何か悪い原因の影響を受けてしまうということがやっぱり割、そういう方がいらっしゃいます。で、まあ、強いてスマイルのデメリットを挙げるのであれば、レーシックに比べると視力の安定に、若干ですが、ちょっと時間がかかる場合があるということです。はい。若干ですけれども。で、あと値段なんですけれども、僕の行ってたアメリカの病院では、まあ、前回の動画で約60万円ぐらいと載せたんですけれども、レーシックにすると、まあ、10万円ぐらい下がると、値段が下がるということでした。で、アメリカの病院は、一般的にスマイルとレーシックの選択肢があった場合、レーシックの方が値段は下がる病院が多いです。はい。で、日本はまだ出たばっかりなの、スマイル出たばっかりなので、どうなのかわかりませんけれども、はい。で、スマイルと、まあ、レーシックので選択肢があった場合は、もう間違いなくスマイル受けた方が、良いと思います。はい。で、
もうこういった技術が、こういうテクノロジーがある以上、レーシックを受けるメリットはもうないと、もうほとんどないと思います。はい。はい、以上でした。で、あと余談なんですけれども、もしスマイルの手術の最中に、手術の時に、うまくいかなかった場合、再手術が必要になった場合は、基本的にはレーシックの、レーシックの手術でしか対応できないそうです。僕は手術前に何度も手術中は動いたらダメって言われてたにもかかわらず、いきなりちょっと臆病になり、手術の最中にこうバーンと動いてしまったんですね。で、どれぐらい動いたかっていうと、レーザーの安全装置が止まるぐらい、バーンと動いてしまいまして、ですけれども、まあ、その動き方がまだマシだったのか、大丈夫でした。もしもうちょっと悪い状態だったら、レーシックの、再手術でしか方法はなかったと、おっしゃってました。はい、まあ余談です。はい、以上でした。はい、ありがとうございました。